こんにちは。今日もめちゃくちゃ暑い。福岡は雨予報ってなってたけど、降ったのかな？ちょっと仕事中だったのでわからないですけど、私が知る限りではちょっと降っただけで、あんまりザーザー降りにはならなかったので、逆に湿気がやばい。もうめちゃくちゃ暑いです。半端ない。しかも昨日結構関東、栃木でしたっけ、茨城、関東で40度超えとか見て、40度超えって日本ってそんなんでしたっけ。やばい、40度とか聞いたことなかったような気がするけど、なんか、いや、40度、今でもすごい暑いのに40度って、今ゴロゴロ言ってる、雷が来そうな雰囲気でもあります。台風がね、ちょっと気になるところですが、もう何この結構紹介しているこのネック扇風機、こんなハンディファンか全然足りない。もう朝がダラダラマスクしてるし、暑いし湿気やばいしで、もう大変です。ただ一ついい点としては、なんか結構サラリーマンの方々がお盆休みが今日からなのかな、始まったみたいで、始まってる方も多いみたいで、電車がガラッガラでした。いつも7時半ぐらいの、朝7時半ぐらいの電車に乗ってるんですけど、まあ割と満員、もうこう密着まではないですけど、もうこんくらい、全然ソーシャルディスタンスじゃないけど、こんくらい、こんくらいかな。で、多いんですけど、今日はめちゃくちゃ空いてて、多分1メートルくらい。あ、いるいるみたいな感じで、またみんな座ってて、座るところは満席。立ってる方がまあまあ1メートル間隔ぐらいでいたぐらいで、あーと思って、そっか、世間はお盆休みなんだっていうことも分かりました。明日も明後日も私は通常通りの仕事なので、土日かな、土日何しよう。こちらもね、その親戚の集まりはないし、ちょっと涼しいとこでも行きたいなって思ったりもしてます。と、なんかニューヨークはっていうと、さっきあのニュースで見たんですけど、もう一覧とか、そっか、 E メールが来たのか、一覧ブルックリンから E メールが来てて、テラス営業始めますみたいな告知のメールだったんですけど、そう、やっぱり未だに店内飲食はできておらず、テラスがあるところはテラス席を増やして営業してるっていう状況みたいで、ロックフェラーだったりハイラインだったりとか、観光名所はだいぶ再開してきたみたいで、でアメリカ人も旅行に行くの禁止されてたんですけど、それも緩くなったみたいで、まあでも日本に来るのはちょっと厳しいレベル4だったかな、結構なんか高い、あまり行くのをおすすめしないレベルではあったのですが、観光で行けるといえば全然アメリカも行けるんですね、ニューヨーク特に。でもね、やっぱちょっとこう、このコロナ禍で旅行をするっていうのは考えられないかな。なんか知らない国で、もしね、自分がそのコロナにかかった時にどういう対応をしてくれるんだろうかとかね、やっぱりいろいろあると思うので、新しく出会った友達とかも、職場のみんなとかもいるんですけど、みんなニューヨーク来たいって言ってくれてるけど、いやでも実際本当いつになる、1年後、1年で回復するかもわからないし、2年5年10年とか考えたらもうね、本当オリンピックどころじゃないというか、冬の方が、今よりも冬の方がもっと悪くなるとも言われてますし、そうなったら、あーって思って、いやー何しよう、ニューヨークで家から出れず、ルームメイトたちも帰っちゃったし、話し相手はいないし、ネットフィリックス見るしかない。なんかリモートワーク、あれなんかリモートワークとかしようかな、クラウドのするかな、やっぱ日本で雇われてとか、ね、そういうのもありなのかな、結構日本でも
リモートワークが推進されてきたってことはね、なんか海外でもいいですよみたいな会社知ってて求人されてるところがあったらぜひ教えてください。なんか失業保険は向こうに帰ったらもらうつもりではいるんですけど、でもね、確実に暇だし、どうしましょう。野球だけが、もうソフトバンクめちゃくちゃ見に行きたいのに、私まだっていうかファンクラブじゃないし席取れないしでめっちゃショック。いつも見に行ってるのにそのソフトバンクを見に行けないっていうことがかなりショックです。もう昨日もめちゃくちゃしびれる試合で超楽しいって思います。行けたらいいなと1ヶ月のうちクラブ優先だから友達に頼むとかすればいいのかな、どうなんでしょうか。はい、じゃあちょっとそんな感じでシャワー浴びてきます。また明日。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の Vlog が良かったなと思ったら、ぜひ高評価でいいねボタンをお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた明日。